攻略を開始しよう。よっしゃ、畳みかけるぞ。行くぜ。行くぞ。に崩れた。無駄です。今です。もらった。とどめです。おーよ、これで。ま、こんなもんかね。ど、止まったか。ジジイ、やってくれんじゃねえか。この先も似たようなエリアがいくつかあります。どうかお気をつけて。さあ、決めんぞ。行くぞ。崩れた。俺の番だな。行きます。武竜、今です。行くぜ。チャンスだ。
行くぞ。見ろ。さてと。お返しだ。おいよ。これ。よし。行きます。迎撃完了。まだまだいけるぜ。生き返るな。またかよ。端末が見当たらないということは。ええ、情報にご注意を。くらえ。強そうね。気をつけて。崩れた。ここだ。よし。私の番ね。チャンス。さてと。俺の番だな。崩れたぜ。行きます。負けられない。解除できたか。あのマッド博士。EP 吸収フィールド、すごい発明だとは思いますけど。行くぞ。崩れたぜ。アルフ、行くわよ。行くぞ。崩れた。負けない。ありがとう。さてと。ブリュン、今です。ありがとう。よーし。私の番。迎撃完了。さあ。さあ。はっ。私の番で行きます。おうよ。はあ。そこだ。さあ。そこ。ほら。行くぞ。決めんぞ。そこだ。
応えありそうじゃねえか。チャンスだ。あれ行くわよ。行くぞ。私の番ね。チャンス。行くぞ。俺の番だな。今だ。行きます。今です。やったなアルキシー、大金星だ。まあダンディ教官のおかげかと。せやせや。私の番ね。アーク。
EMP 吸収フィールド解除されました。情報にあるゲートも開いたみたいですね。ええ、あとはもう一つの端末ですね。動かすと近道となる足場が上がりますので。俺の番だな。こいつはどうだい？私の番ね。チャンス！行くぞ。私の番です。ありがとう。俺の番だな。こいつチャンスだ。あるさせない。行くわよ。俺の番だな。行きます。アーク、させない。やあ、俺の番だな。行くぞ。俺の番だな。俺の番だな。せい。私の番です。ブリュン、今です。ラン、おうよ。チャンスだ。やったな、アルキシー。大金星だ。まあ、ダンディー。よし、掴んだ。いや、
生き返るな。まだ続いてやがんのか。おいおい、またあのトラップじゃねえだろうな。いえ、そこにはありませんが、新規のトラップが別の場所にあります。パズル的な構造のフロアにもなっているので、ご注意を。了解。ギミックには注意して進もう。やっ、よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だな。これチャンスだ。行きます。行くぞ。今だ。よー、俺の番だな。今だ。行くぜ。チャンスだ。ある。行きます。今です。私の番ね。さあ、さあ、チャージ完了です。
私の番です。そこです。よし、まだまだこれから。を探す。解除できました。しかし、すごい発明ですね。強そうね。気をつけて。てめえ、マジかよ。私の番です。ありがとう。サンクス。よーし、アークスくだ、やあ、ありがとう。わかります。さてと、行きます。
私が切り替わった。いや、ああ、別の場所に行けそうだな。ええ、そこを飛び降りて別の端末を探してみてください。えい、チャージ完了です。お宝じゃねえか。ありそうじゃねえか。これマイル、行きます。そこです。私の番ね。俺のせい。各種リカバーしました。そう、奥への道が開いたみたいだが、どこにも行けなくなってしまったみたいですね。ええ、トラップですね。一度元に戻したから後ほど来てみてください。行くぜ。崩れたぜ。行くぞ。私の番ね。崩れた。完了です。ふふん、お宝発見。えい、なんとなくつかめてきやがったな。ええ、次は奥への道を開く端末でしょうか。おっと、奥への道が開いたか。ええ、そこを飛び降りて先ほどの端末を戻してください。
壊して仮想に降りればめでたくレベルクリアですね。よし、もう一踏ん張り。これにてレベル X は終了です。兄様、皆さんも本当にお疲れ様でした。行くぜマイル。ああ、エリゼもサポート感謝する。ティオスケもな。はあ、さすがに博士が豪語するだけはありますね。体力もそうですが精神力も消費しました。さてと、ああ、いよいよ決戦だ。少し息を整えてから行こう。俺の番だなマイル。どうやら一区切りですね。エリゼ、エリゼ先輩、ミュウ様、ミュウ様に皆さんも。ティオスケも元気そうで何よりだぜ。ランディさんこそご心配をおかけしました。ユウナさんも来てくれてありがとうございます。そんなの当然じゃないですか。二人とも無事でよかった。本当によくぞここまでたどり着いたものだ。博士が容赦なく設定したというから今回ばかりは無理かと思ったが。は、確かに理不尽極まりねえセッティングだったみてえだがな。たとえどんな難易度であっても乗り越えられない試練はないでしょう。7組やっていたランディさんが今までくぐってきた修羅場に比べれば教官。ええ、その通りです。壁は乗り越えるためにあるってな。お二人のオペレーションもありがたかったですし。ほん、ハンデなど不要だったかもしれんな。もう博士。テストはまだ終わっていませんわよ。ああ、最後は俺たちが相手になろう。皇太子殿下に選ばれた一組選抜メンバーとしてな。エイダ、フリッツ。デートの特別演習で私たちと競ったメンバーですか。さらにミハイル少佐が指揮官を。万全の布陣みたいですね。ああ、彼らは帝国各地の紹介で幻獣や魔皇兵の制圧も成し遂げた。実戦経験という意味ではもはや7組に勝るとも劣るまい。なるほど、帝都の時とは面構えがまるで違うわけだぜ。本気みたいだね。あの聖杯前みたいに私たちと。ええ、ですがあの時とは少し違いますわよ、ユーナ。思えばあれからずっと私たちは見失いつつありました。一体私たちは何のために戦っているのかと。最初は殿下の騎士としてあり続ければいいと思っていた。だが殿下や本校のあり方が変わり、秩序が混沌に飲み込まれつつある今、見つめ直すべきだと気づいたのだ。世の礎たれ獅子神皇帝が残したその言葉を。そうか、君たちもまさしくトールズなんだな。必要なんだね、私たちと全力で戦うことが。ええ、幾度となく対立し互いを高め合えたあなたたちならば。あり方を推し量るにはこれ以上の相手はないと考える。立ち会ってくれるな、バンダール。
わかった。フリッツ。だったら気が済むまでとことん付き合ってやるか。全力で応えます。同じトールズ生として1組と7組、魂と魂のぶつかり合いといきましょう。見ていてください、博士。よかろう、見届けさせてもらうぞ。1組迎撃開始。シバルサーとオルランド、オーバルギアには注意せよ。相手をしてもらうぜ旦那。必ず突破するぞ。7組ティータも。イエスサー。さあ互いに全力を尽くすぞ。行きますわよ。覚悟してもらう。盾を守る。俺の番だな。私の番です。俺の番だな。進め！俺の番だな。参る。一組総員突撃開始。やっ私の番です。開始。ありがとう。行くぞ、アッソミラージュ。行くぜ。こいつはどうだ。チャンスだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。了解です。シートを滅却。我が立場は無。見えた。まだ終わりではないぞ。これで倒れるわけにはいかん。撮影か。ありだ。まだまだ未熟。おうよ。おお。さあ。何？いくぞ。アッソミラージュ。な。はっ。行くわよ。サンクス。さてと、起動。おうよ。何？チャンスだ。何？行くわよ。何？チャンス。何？ここまでか。バッチリだったな。よし、噛んだ。よし、やったわ。各種ステータス、まだまだこれからだ。決着ですか。やるじゃない。
ここまでか。ええ、乾杯ですわね。はっ、抜かしてんじゃねえ。ええ、カズも上回っていたのにここまで苦戦させられるなんて。うん、さすがエイドたちっていうか。勝ったなんて思わない。それに正しいとも。うん、それよりやっと一組と本気でぶつかり合えた気がする。ちょっとは役に立てたかな。言うな。へ、あなたたちの覚悟しかと見せてもらいましたから。これで俺たちもようやく前を向くことができそうだ。礼を言う、7組。ああ、こちらこそ。どいつもこいつも立派になったっつうか、最初はどうなるかと思ったが、改めて共感ってのも悪くねえもんだ。そうだ。人の世は移ろっても、トーレスはトーレスか。兄様！エリゼ！よく拳で！私！私！エリゼ、よかった。痩せたみたいだな。すまない、心配ばかりかけて。この髪や目のことも。関係ありません。兄様がどんな風になろうと、兄様は戻ってきてくださって、こうして私の元に来て抱きしめてくれました。それだけで私は。ありがとう。俺の方だって同じだ。本当に本当に良かった。よかったね、エリゼさん。ランディさんもお疲れ様です。ありがとうございました、本当に。ティオスケもな、ナイスオペレーションだったぜ。これにて最終テストも終了。結果としては上出来と言えるだろう。4番弟子貴様のオーバルギアも課題の大半をクリアできていた。合格点をくれてやる。多少はラッセルに近づいたようだな。はい、ありがとうございます。ここでの研究は完了。もう一つの方も大詰めか。心置きなくあれの見届けに取り掛かれそうだな。Thank you.
ランクアップだね。皇子様からの賜り物だよ。わあ、